トーリーエモスデュードロップインツアー2003年サマー、オブシンツアーで2台のピアノを同時に弾きながら歌う。エモスアメリカ人形軍団ツアーでピップというキャラクターに扮して、トーリーエモスはアメリカ合衆国のシンガーソングライター、ピアニスト。本名はマイラ・エレン・エモス。ワシントン DC のジョージタウンに住む父エディソン・エモスと母、メアリー・エレン・エモスの3人目の子供として旅行中に、 ノースカロライナ州ニュートンの病院で生まれた。母方の祖父母はヨーロッパ人と東部チェロキー族の血を引いている。一家は2歳の時にメリーランド州ボルチモアに移り、そこでピアノを始めた。5歳の時には作曲と作詞を始めた。1968年同州ロックビルでピーボディ音楽院の小学生となり、同校の最年少の学生となった。11歳の時に 奨学金が打ち切られ、同行を去った。ロックやポピュラー音楽に興味を惹かれ、楽譜を読むのを嫌ったためだと彼女は語っている。2年後に、モンゴメリー短期大学で学び始めるとともに、父親に付き添われて、ピアノバーで演奏を始めた。父親はレコード会社に、彼女の書いた曲を送った。1977年に、地元の10代タレントコンテストで、モアザンジャスト エイフレンドを歌って優勝した。高校に通う頃には、ワシントン DC 地域で知られるようになった。リチャード・モントゴメリー高校では、同窓会の女王に選ばれた。また、同校の演劇グループ、ブラック・マスカーズの一員となった。兄弟のマイク・エーモスと共同で、ボルティモアを書いて、オリオールズの音楽コンテストで優勝し、その曲で、家族や友人のために、 最初のシングルを作った。この頃友人のボーイフレンドの勧めでエレンからトーリと名乗るようになった。1987年にアトランティックレコードと契約し、1988年にワイカントトリリードというバンドのメンバーとして同名のアルバムを発表。このアルバムは商業的に失敗だったが、アトランティックとの契約は継続され、1991年には、 自身のレイプ体験に基づいた曲、Me, a ン d ア gun が高く評価されて、1992年に初のソロアルバム、Little Earth ス,ス」を発表する。同アルバムは2020年に、ベーシ、ローリングストーンが発表した、ローリングストーン氏が選ぶ、歴代最高のアルバム500選2020年改定版、において233位に選出された。1996年に発表した、 アルバム、ボーイズ・フォーペレー・炎の女神の収録曲、プロフェッショナル・ウィドウは、アーマンド・バン・ヘルデンによってリミックスされると1997年に、全英シングルチャートで1位を獲得している。歌詞のモチーフには女性であることの様々な側面を選ぶことが多い。また、父が牧師で、キリスト教の影響の強い家庭に育ったことから、拡張的な宗教への批判も見られる。 ボーイズ・フォー・ペレイ・炎の女神のツアー中に自身のサウンドエンジニアを務めるマーク・ホーリーと交際し始め1998年2月22日に結婚。以後、長年にわたってホーリーと共にイングランドのコーンウォールで暮らしており2000年9月5日に長女ナターシャ・ロリエンを出産した。2001年発表のカバーアルバムストレンジ・リトル・ガールズを最後にアトランティックとの 契約が終了し、2002年には、エピックレコード遺跡第1弾、アルバム、スカーレッツ・ウォークを発表した。作家のニール・ゲーマンやミュージシャンのトレント・レズナーとは、友人で、互いの作品を、作品中で言及し合う中である。レズナーとは、アンダー・ザ・ピンクの中の一曲、パスト・ザ・ミッションでデュエットしている。エーモスが愛用しているピアノは、スタインウェイ、ベヒシュタインと並んで、 世界的に有名なオーストリアの名器ベーゼンドルファーである。セカンドアルバム、アンダーザ・ピンクのレコーディングのためにレンタルし、以後自分のためにどうしても欲しくなってしまい、購入に至ったとのこと。アンダーザ・ピンク以降のアルバムブックレットでは、使用楽器にピアノと表記せず、ベーゼンドルファーと名記するようになった。自身のコンサートでは、ブーザンドーファーモデル290コンサートグランドを、 持ち運び各国で演奏している。ソロデビュー後初のリートルアースクウェクスツアーではヤマハのエレクトリックピアノを使用していた。その他にローズピアノやウーリッツァーピアノ、ハモンドオルガン等、数多くの鍵盤楽器を使い分けてレコーディング及びコンサート活動を行っている。ありがとうございます。